マスター、頑張ってください。うまくいったようだな。まったく、手の込んだ模様替えだな。これはどこかの神殿でしょうか。おそらくはな。図書館と喰らおうとしている。喰らう方は随分とひどいありさまだな。手入れもされていない。これがここの領域の主が抱く景色なのだろう。この状況で冗談が言えるとは。修行の成果が出ているようだな。間違いあるまい。あちらが最も魔力が濃いようです。まずはあちらに向かってみるべきだと思い。あれはこれは、ハスでしょうか。どうする？別れて行動するか？よかろう。ブリュンヒルデはどうだ？問題ありません。これは、マスター、あれ見てください。コーロンでしょうか。球団。いえ、あれは マスター、ここには大したものもあるまい。次のエリアの探索を進めてはどうだ。扉が開かんようだな。見てみろ。
あの、マスター、気づいたんですが、よろしいですか。サラスはその人の思いや願いが世界に権限したものです。これが仮にダーマさんの願いであるということは、その先につながる何かを見たくない、否定したいんじゃないかと。それともう一つ気づいたことが、その時より亡霊のいくつかが同じような女性の顔になるんです。まあ間違いなくシータ王妃の顔であろうな。記憶と意識、人格は全て密接につながっているものだ。全てを消せば人格はまともに駆動しなくなる。わかるな。それは黒塗りの小説のようなものだ。一部だけ読めなければ展開だってわからなくなるだろう。記憶は全て消すことはできぬものだ。人間の意識とはそうできている。それなら一体何をすれば。え、うん、確かにありえそうな話ではあるな。けど私たちはどうすれば。よし、では試してみるか。ご命令を、マスター。私はあなたに従います、マスター。この勝利。ご命令を、マスター。私はあなたにしない。
では。まったく、そう簡単に終わりそうもないな。待て、音を立てるな。だいぶ物騒なことになっているぞ。赤い霊と青い霊が戦っていますね。そうらしいが、しかし一方的だな。いや、待て。様子がおかしいぞ。からくりはわからぬが、今の青い霊、色は違えど、赤い霊によく似ておったな。しかも、先ほどのエリアで見た、ラーマとシータの霊によく似ておる。赤い方がシータ、青い方がラーマ。もっとも、先ほど乱入して無惨した方はシータによく似ておった。赤と青、二人のシータさん。さてな。青い方の霊は、なんというか、あまり悪く見えませんね。そもそも反撃していないみたいですし。そうだな。どれほど攻撃され傷つけられても消えぬラーマに、何度消されても相手は消され続けるシータ。赤い霊から守り、あの青い霊たちを一度引き合わせてみるというのは、試してみるべきだろう。ここは私が抑える。お前たちは早く。シータさん。
ご命令を、マスター。私はあなたに従います。私、頑張ります。死んでください。あ、ごめんなさい。死んでください。ごめんなさい。ごめんなさい。あなた、勝利。壊します。好き、嫌い。ブリューヒルデ・ロマッシュ。はっ、痛み、壊します。はっ、壊します。壊します。壊します。死んでください。痛み。死んでください。壊します。死んでください。マスター、この勝利、あなたに捧げます。これは、ラーマさんがシータさんを追放したことの自責なのではないでしょうか。ええ、結局ラーマ王はシータ王妃の不貞を疑い、王宮から追い出してしまったのです。とすると、あの青い霊はつまり…おそらくですけれど、シータは自分を許してくれる、分かってくれるはずという思いなのではないでしょうか。けど実際に、シータがどう思うのかは、彼、きっと許してくれる。そうじゃないかもしれない。なぜなら、これだけひどいことを自分はしたのだから。そういう自責の念と葛藤が先ほどの例となって現れていたのではないでしょうか。呪いだな。
そういえばブリュンヒルデ、寝たきりの間お前はよくショートケーキを買ってほしいとねだっておったな。仕方なしに買ったショートケーキにお前は心底から嬉しそうに笑っておったな。あのスカサハーさん、北欧神話で白馬にまたがり最前線で寄港したワルキューレがまるで箸が転んでも笑う年頃の娘のように笑っていた。うん、確かあの時はショートケーキを4つ平らげたのだったか。いや違うな、確か他のケーキも合わせれば優に10は超えて。スカサハさん、あのそんな。属性に染まるのも悪いことではないということだ。かつての命、それがどれだけ凄惨なものであったとしても、未来と現在は常に揺れ動き不確定なものだ。二度目に与えられたこの命をどう使おうが、それは知れたことであれば、過去の己に縛られるなどますますもって愚かしい。過去に何があったとしても人の営みはそれを上書けるものだ。それこそ人の曲をくたるサーヴァントこそがなすべき栄誉であろう。スカサハさん、であれば今この世でショートケーキに舌包みを打つことは正しい。それはお前もラーマとて例外ではあるまい。サーヴァントの本義は聖杯戦争を勝ち抜くことにあるが、それはそれ、これはこれ、命は優位に使わねばならん。それが人が生きるということであろう。はい、ありがとうございます、スカサハさん。うん、悪くないな。ま、それもこれもこのサラスの問題を解決させてからだがな。マスター、スカサハさん、お二人にそんなに優しくされてしまうと、その私困ってしまいます。それに見てみろ、マスターもケルト流に染まってきましたね。Yeah.
ります。そんなに私を見つめないで、優しくし、ご命令を、マスター。私はあなたに優しくしない。ご命令を、マスター。私はあなたに従います。私は炎でありたい。はあ、ごめんなさい。はあ、ごめんなさい。壊します。ごめんなさい。痛み。壊します。ごめんなさい。壊します。あなた、勝利。好き、嫌い。好き、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 好き。ブリューヒルデのマッシュ。ごめんなさい。ごめんなさい。お主の全力、およそ私に殺せるものだな。魔境、深淵の英知。遅い！それ！遅い！私を殺せるものはどこだ？いるはずもない。おそらくな。一度中央へ戻ってみるべきかもしれませんね。うん。しかし一度あの巨大なレンゲの様子を確認したいところではあるな。この先何が待ち構えているかは分かりません。先ほどまでの連戦でマスターも魔力を消耗しています。